土下でした。一応、拝見させていただいたんですけど、はい、お宝屋の、はい、査定基準って結構シビアなものがあります、はいはいはい、それでいくと当社ではこれは、ね、お取り扱いできないやつに変わっちゃうんですね。お値段がつけれないので、はい、え、古すぎてっていうわけではなくて、まあ、古いやつは古いもので、はい、アンティークっていう扱いとかになってくれば全然お値段跳ねるんですよ、はい、ただ我々のお宝屋って車業界と似てるところがあって、はい、メーカーさんが出した車違う部品入れちゃう、あのアルミホイールとか車庫帳とか入れちゃうと、はい、メーカーさんが買い取ってくれないのと一緒で、あ、はいはい、そう、これも正直なところ2個1とか3個1の部品がくっついてしまっているものもあるんですね。え、この中に？そうですね、まあ、中の機械は開けられないので、はいはい、機械自体は見てないんですけど、はい、おとけのロレックスさん、どこの辺が真ん中の金色の部分って普段はちょっといいです、いいですよ、あ、顔は一切映さないんで大丈夫です、大丈夫です、はい、OK です、この方が話しやすいです、はい、一応真ん中の金色の部分はここね、はい、普段はイエローゴールドっていう普通の金色の指輪とかと一緒で、はい、金を使ってるので剥げてしまうってことがないんですね、はい、はいはいはい、うん、なのでそこが金メッキになってるっていうことは、はい、ロレックスさんのちゃんとしたベルトではないものがまずくっついていらっしゃる、はいはいはい、ロレックスさんのマークとかはあるんですけど、はい、ただそれを模して作ってるメーカーさんが作った社外部品になるのか、はいはい、がついてる時点で僕らはちょっと手が出せなくなるものにはなるんですけど、はいはい、良心的なところであればその広島のところがお値段つけてくれてるよってなると、はい、部品としてのお値段としてまあ。正直その社外のものがくっついてるとかになると、はい、売るっていうのも難しいんですよ。あの偽物とかコピー品もありますし、はい、売るのが難しくなると最終的にそれでも値段つけてくれるよっていうところは頭の時計の部分とベルトをまずばらして、はいはい、時計は時計のムーブメントって中のムーブメント、ムーブメントってこれだよね、そう、機械自体、はい、機械自体がロレックスさん10万ぐらいするので、はい、そうムーブメントだけを売りに行ってムーブメントだけを買い取るっていう業者さんもいらっしゃる、はいはい、で、あ、部品取りね、そうです、そうです、ってなればお値段つけてくれるところもあるんですけど、はい、だからいや、なかなか部品取り難しくて、ああ、要は、あの再販ができるんであれば、ね、利益が上がるんであれば OK やけど、それほどそれだけの価値がなかったら、あの再販取れんからアウトあるっていうのもあります。それが本当にレア個体すぎてサブマリーナの赤いやつとかもあるんですけど、はいはい、あれになるともう中のムーブメント自体がないんですよね。あ、もう世の中に一つ、はいはい、そのムーブメントが動く動かないでそうゼロ1個変わるぐらい、はいはい、買い取りが変わったりもしますし、種類によってはものすごく機械がだけが欲しい、ね、分類もありますし、クロサブっていうのは基本的にやっぱり一番人気なものだったので、はいはい、ムーブメント自体は結構あちらこちらに。これ気温は動いとったの？うんうんうん。多分今もゼンマイ巻けば自動巻きなので、ただこれ動画映ってないのがね、ちょっとこれの、構え方が全然わかんなくて、うん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 、そこら辺はいいです。大丈夫です、大丈夫です。ただ今までのね、検証動画上げさせてもらって、はい、外国系もそうだけど、で、あと、あ、そうか、俺ちょっと ね、ネタとかあれがなかったか、みんな持ってきたんよ、調べてきて、はいはい、持ってきて、なんてやつだったかな、ブランドバンクっていう、どこ？ブランドバンクって、なんか聞いたことある。東京の方の業者やねんけど、高額査定してくれてる。そこなんかは、もう電話の引き継ぎでさえ面倒くさがあって、あ、もう3時間ぐらい待たされて、しまいには電話かかってこない。まだお宝屋さんこうやって、ああだこうだって教えてくれるさえ言うけど。いや、それも正直言うと、スタッフ次第ですかね。ちゃんと理解して分かってるスタッフと、まだ年数浅いと全然分かってないやつもいるので、そうしたらお宝屋もね、ちょっと、なんだろう、言葉出ないで、すいませんしか言わない。それでね、このブランドバンクってやつがね、一番最初並んでね、うんうんうん、業界用語の、この、個々の名前とかあるやんか、はいはいはい、それバンバン言うてくるから、こっち頭パニックってね、リュウズやら、
ムーブメントやら何やらとか、いや、それぐらいは分かるんだけど、個々の、あの、うん、ある意味これコンビモデルじゃないですか。そうですね。あともう一個片割れがおらんね。ありますよね。でここの中にあの何とかモデルって書いてあるやつ、シリアルやらリファレンスやら、じゃあこれね、あの中にスミス、ルーレットか、スミスモードだかなって書いてある、うんうんうん、調べたら2種類ぐらいあって、その何とかモードってやつはバーンって跳ね上がってる、スイスメイドって書いてあるやつが普通のはくっついてるんですよ。はいはいはい、6時の点の両サイド、そう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 、これがちょっと広がったビッグフェイスってやつになるんですけど、ビッグフェイス、ビッグフェイスってやつになるとレア個体っていう数が少ないものになる、はいはい、からすごい高いよっていうのをすんごいし、まあスタッフによりきりですよそれも、はいはい、僕らの会社もやっぱり東京のメンバーとかは、はい、お客様青山の方とかが来られると、はい、知ってないと、ね、ダメっていうのもあるじゃないですか、だから知識をどんどん言っちゃうスタッフもいるにはいます。はいはいはい、はい、でもそれを言ったところで、親さん別にそこを求めていないじゃないですか、はいはい、知ってる人は知ってるし、知らん人からしたらよくわかんない言葉だしってなる、はいはいはい、僕はそれ無駄だなって思う、はい、確かに僕が言うの嫌なんですけど、はいはい、本当に分かりやすいところだけ合ってる合ってないとか、はい、あとはバック、ヴィトンのバックとかだったらやっぱりモデルによってラインっていう、なんていうかね、モノグラムっていうルイ・ヴィトンって書いてあると、はい、チェック柄のダミエとか、はい、涙にしたエピとか、はいはい、いうものによって同じバックで同じ大きさでもその柄によって全然額がやっぱり変わるんですよ。それというか作ったその製造の年月日によってコロッと変わるんですか。変わりますね。3年、5年、7年、13年とかで大きく変わってくるので、はいはい、そういう分かりやすいところは言いますけど、それが何年の何月のどこの工場で作ってこれが少なくてとか人気でとかいうのはあんまり喋らないですし、ね、はいはい、ああ、ね、そこを喋ってどうなるか、特に何もならないじゃないですか。逆にお客さんからしたらね、どこやって値切ったのかなっていうその材料にされるからね、だから、ね、あの株価としてあんまり情報出したくないっていうのはあらんね。逆にその悪いスタッフさんたちだと、その難しいコアなところのお話をし始めることによって、はい、これがじゃあロレックスさんが90何年にエルプリメロっていう機械が入り始めたよとか、ゼニスと一緒のやつがあるんですけど、はいはい、それが入る前、入った後だとこれも額が倍ぐらい違うんですよ、はい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 、でエルプリメロ知ってますかみたいな、はい、知ってればじゃあ高く買わなきゃみたいな人間もいるんです、はいはい、それを知らなかったらじゃあ安い方のでいいのかなって考えるやつも正直いらっしゃる、はいはい、まあ、そこはもう何ですかね、会社っていうよりか担当している人間の方が結構どの業界のお店にもいらっしゃる気がします、はいはい、私としては会社が儲かっても僕らも儲かる、あ、具合とかがないんですよ、なのであれが何ていうの、1個のこの時計が1個の個体が何千万もするような分だったら、なんていうの、営業成績じゃないけど、それで社長給料がボーンと上がったりするじゃないですか。制約する中、制約した数っていうか、はいはい、1ヶ月100人来るとして、はい、90人以上 90% 制約してると、はい、ボーナス査定が上がる。あ、はいはい、あの結構こういう業界のボーナス達成って、あの下手したら家がいくらたつくらこう上がりますもんね。いつもそんな、それはもう管理職の人方、ああ、そうだな、俺は一般人、本当に 1.7 倍とか2倍いければいい方だと思います。結構こういう裏話って、結構視聴者がめちゃくちゃ欲しがるんですよ。で、行ってほしくないやつは、みんな編集でカット。まあ、そういうものに関してはできれば、うちは話にしていてほしいって感じ。ああ、はい、ちょっと出るぐらいですよ。じゃあ、後で、ここの部分はカットしてほしいってやつあったら、メモ書きしてくれたら。全然ほとんど、普通に使っていただいて大丈夫。ほんで、あの本題戻るけど、はい、これの、どこら辺があかんだったってやつをちょっと続けよう。我々であれば、うん、まずはベルトが
剥げ生え始めてるっていうところが一つ、はい、このベルト自体にはお値段がつけれないもので、はいはい、あとはリューズっていうこのネジ巻きのところですね。だいぶこれネットで調べたんだけど、本物とあの偽物の区別のやつだいぶ検証でやったんだけど、偽物やったらちょっといいです、偽物やったらここのケツのこの点々点の分が際に近いんですよ。ああそうですね、広がってるのもありますし、あのいや下に下がり切って、うん、この R に近いところに点々点があって、偽物はほんで訪問はもうちょっとこの王冠に近い方に点々点になっとって、中央の方に、いやこれ流像これ訪問っぽいかなとか思って、こうなん形はいいんですけど、ここも同じく横面は金色なんですね、うん、はいはい、ただ表面が剥げてる、え、どこの面？この面が、この面も本来金色であるべきなんです。はいはいはい、なので多分このベルトと同じところのメーカーさんが作ってらっしゃるものになるので、はいはい、あとはムーブメントの中身に関しては僕らは開けることができないので。開けれるの？そうなんですよ。これってどこが開けれるの？最終的にお買い取りして本部に入った時の本部の、 あの時計をばらす部屋があるんですけど、はいはい、そちらで全部開けます。ロレックスとかって本当に粉塵が入ると交渉しやすいんですよ。ただねこれね、あのまあ使えるようにしたいんですよね、家の CRC なら CC なんかやってええもんか終わりのかってあまりよろしくノウハウのえできれば避けていただきたいですか、ね、あ、そうなの、はい、あれ使ったらあかん、あかんですね。このベルトの駒のところの汚れを落とすのにあのエアブラシとか使うのは大丈夫ですけど、はいはい、このリューズの中から何か液体とか空気とか入れちゃうのはよろしくないかと、はい、あ、NG、 はい、了解です。まあ、防水加工はすごくされてる時計なので、この周りのベゼルを回す時に周りが悪いぐらいの、そうですね、なんかアルコール系ではめて回して汚れ落とすっていうのは OK ですけど、この中に機械の中に入っちゃうよっていうのは、うん、本当に避けていただきたい。 NG ね。そうですね。ほんであとはなんか視聴者さんにあのなんかコメントがあったら、難しいことをしてます。一番視聴者が求めとることなんで、まあある意味あの、まあ、宝さんの宣伝も兼ねて、今現状であればそうですね、ロレックス自体が 4,5 年前からだいぶ値上がりしてきて、で頭打ちなところがあるんです。今年の2022年の2月ぐらいから徐々に値段が下がり始めてしまっているので、まあですね、今ね、なので個体によっては本当に600万以上あったものが480万ぐらいまで100万以上落ちているものもあります、はいはい、あとはそうですね、査定行かれるお店で我々もそうなんですけど、アイスブルーってロレックスのデイトナーのあのクソ高いやつね、あれも一時期1800万とか2000万迫ってたんですけど、はい、今うちの方でも在庫が少し余り始めてる、あ、はいはい、のでお値段が1000を超えるのが難しいものも出始めてる、あ、はい、ということは800万落ちぐらいしてるものもあるってことなので、はい、まあ1箇所2箇所だけ行かれてもそのお店によって全然在庫がなければ期待よりガクンと下がってる時もあります、はい、あ、はい、行ったところのお店が持ってない、ちょうど今ちょうど在庫なくなりそうなので、はいはい、欲しいですって言えばまだ値段頑張ってくれる余地もある。ああ、そうだね、あの自分のとこに、うん、あの同じもんが在庫がバーッとあってもそれがさばけんだったら売り上げになりませんもんね。なのでまあ正直その何件か面倒くさいですけど回るかお電話とかで全部問い合わせをやっぱりされてって、はい、ある程度額面昔であれば、ね、15万20万の差しかなかったものが、はい、今50万60万軽く差が企業に変わるので、はいはい、その辺は調べた方がいいかなと。ああ、だけど自分もね、あのその高額査定のとこばっか、うん、あの東京大阪、ね、広島ってだいぶやったんだけど、ある意味良心的だったお宝さんだけだったね。うん、そうなんですね。あの寝ぼけたこと言ってきましたからね。あの最高額をあの写真を送っての査定じゃなくて、はい、あのこの
見た状態でこういう感じの症状とかそういう分を伝えて、うん、それで3人とか8人とか無料査定の分でやってもらった時に、ね、一番ね額が高いの500万っていうのあります。やばいっすね。いや写真で完成してるのに500万は、ね、だけど前回の動画の中で、まあ、500万ですか結局、まあ、最近お客様が増えてるのでこういう買い取り店が増えてるのもあるんですけど、はい、そもそもまだ出始めのお店とかってお客様がリピーターさんもいらっしゃらなければ新規のお客様が来にくい場所にあったりとかすると、はいはい、お電話いただいた方に最善で来てほしいので、はい、うちはマックスここまで頑張ったことありますよをアピールするところはすごく多いです、ね、あでそこから実際にじゃあ査定をされてみて今回のものであれば時計本体だけですね、はい、ってなるとその保証書ギャランティーカードがないよとか箱とかがないと売りにくいよとかになると、はい、軽くどんどん下げていかれるので基本的な買取屋さんのスタンスはどこもそうですけどマックスがあってからの限定方式っていうような形になってしまうですよね。俺も電話で言ったけど、うん、買取額が最初ボーンってきて、うんうんうん、そこから減点方式で、あこれがああだこうだってなって結局買取額がえこんだけみたいな、それはね本当に落胆の差が激しすぎるので、はい、僕が一番嫌いな査定の仕方というか、はい、我々であればうちの本部の販売部があるんですけど、はい、ここと業者さんにお問い合わせかけてお願いしてるとどこが一番高いかで仮にじゃあ50万、50万、50万、100万、50万みたいな100万の業者さんがいらっしゃるので、はい、これで買いましょうっていう話ができるんですよ、はい、下は50だし上は100しか見てないのでこの500っていう夢の数字はないものだと僕も思ってるので、はいはい、過去実績のマックスを超えるものって多分おそらくこの世にはないと思うんですよね。ああ、なんかその話はちらっと聞いたことあるけど、うん、一般の方がまあ仮にあるとしたら一般の方が物を買って買った包装されたそのままのものを売りに来たら多分そうなるかもしれないですけど、あ、はいはい、まあまあ買ったものをそのまま包装されたまま売る人なんてほぼいないですし、あ、まあまあね、まあね、だいぶ眠たいやつを持ってくるお客さんがほとんどやからねそのぐらいじゃないとおそらく過去最高なんてどこの企業も出るわけがない、はいはい、考えるとやはり限定方式ってどうなのかなっていうのもありますし、ね、あ、はい、ほんであと一つ気になったのは、はい、やっぱネットを見てやっぱお客様もこれ本物なんだろうか偽物なんだろうか、あコピー品なのかっていうのがあるでしょう、うん、ございますね。そこの辺の言える範囲の中でいいんですけど、そこともらいかな。最近のものはもう昔だったらコピーからスーパーコピーになって、はい、ハイパーコピーがあるんですよ、はいはい、ハイパーコピーになると僕らでもネットの画像とかだと全然わかんないんです。やっぱこうやって見るとわかる。そうですね、手で触るのが一番わかりやすい。でもうこうやって持って見ただけで、あこれ偽物やってっていうものは、ハイパーコピーは難しいです。スーパーコピーまでであればある程度のものは、はいはい、でそう先ほど社外のお話ししたんですけど、はい、そちらもベルトの内側のこの角っこちょっと触っていただくと引っかかりのあるバリっていうものが内側から外側にかけてですね、あーはいはいはい、があるんですけど、ロレックスさんってこういうところすごい面取りされるので、はい、すごい卵をゆで卵ぐらい滑らかなんですよ、はいはいはい、なのでまず時計ロレックスがこう出てきた時に持ち上げた時のこの引っかかる部分があるなしで、はいはい、ベルトはどうかなっていうのはある程度のものはわかる、触ればですけど、俺いつも見たら分かるんだけど、それは発展してますよね。発展って割と繊細ないよね、こうやってやると滑らかで。結構滑らかなのも最近増えてる、はいはい、難しくなってくると本当に、あとはロゴであったりとか文字、はい、でよく言うのが数字の6がひらがなののとか、はい、細かいところでいけばこのベゼルっていう周りの、あ、回すやつ？くぼんでるところの中身が、はい、ここもルーペを使って見たりとかするんですけど、あ、ここでしょ？そうです。この角でしょ？その中身を見たりとか、はい、あとは本当にここのちょん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 ってえギザギザしてる部分はいはいの内側が
ロレックスさんって削るときに絶対真横一直線に削られるんですよ、この手込みの内側が。あ、ちょっと見えるけど、この手に見えとるやつの中が真横一直線に削られるので、はい、何かこう回しながら入れていくんですよね。はいはい。それが、なんていうんですかね、削った跡がないというか、ただただ潰されてるだけで、横の筋が入ってないものとか、はいはいはい、もう NG だったりしますし、はいはい、あとはそうですね、針も全部見ますし、なんかね、よく言われるのがね、うんうん、あのこの針がここにかかった時に、はいはい、針が、長い針がここに来た時に、あの本物やったら線に見えると、うんうん、だけどあの偽物やったらここに来た時に湾曲したように見えるらしいんですわ。それもありますね。ここは結構肉眼で何もルーペとかがない時に見る分にはやっぱ僕らも使います。はいはいはい。お店でルーペがあれば、あとは本当にこの針の周り、ここもバリが出てる出てないはすごく細かいところですけど、はいはいはい、これはもう本当に接写レンズとかを使いながら魚眼レンズとかって、はいはい、見ればなんとか見れるかなって。なるほどね。細かいところで言ったら 2,30 箇所ぐらい見るところはあるので。俺もこれ、本物か偽物か特定したくて、あの十何箇所見たんだけど、はいはいはい、ネット見ながら分からんのよねなかなか、あの見てる限りでは難しいんですよ。極端に言ったらこのお宝屋さんのこのお宝屋という字でも、はい、あの参考にしたら、このお宝のこの字体と、うんうん、実際ここに書いてある字体、うんうん、本物と偽物の区別した時に、こがって見ても一緒だろ。ほんで本物見たら、ああでこれは、あ微妙になんか角度が違うなとか。そうですよね。ほんで見え方がこれやったらくっきり鮮やかに浮かび上がってるように見えるけど、こっちの分はなんか薄、字体があの一緒やけどもなんか薄いなとかね。あります。あとはそうですね、そこの辺のからくりとは YouTube で教えてくれないんで。その辺のからくりはそうですね、なかなか、うん、僕らはよく使うのこれですけど、これを携帯にくっつけて写真撮るんですけど、はあはあ、あ、俺それ前も撮ったわ。これ結構マクロは便利ですね。え、これ見るのに。そうです、そうです。でも透明でやると見えんでしょ。透明でやるか、あとは光の、なんていうんですか、光学変えられるじゃないですか、明るくしたり暗くしたり。どうやって使うの。これは普通に、例えばですけど、はい、まあ顔は映らんけ大丈夫。ここだ。アップで撮ったところで頑張ってこんな感じですよね。はい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 。これの文字をじゃあもっと細かく見ていきたいわけになると、はい、なんか特殊な使い方があるらしいね、それ。そうですね、これつけた上でさらに、なんていうんですかね、ズームもしますし、例えばお二ついくと、まあロゴ関連に関してはここまで大きくすればネットとかで見てるこれとこれが違うよとかいうのも見やすくなる。はい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 。あとは針とかですかね、やっぱりこの横側が少しバリバリしてる感じ。ああ、はい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 。このも取れる。はいはい。ってくるとこの針は後からつけた針、まあ部品加えてしまってるのか一回壊れてる。なんかここまで拡大してみると この文字盤のこれがなんか波打っとるね、完璧。そうですね。になるとこういうところを見れるようにさっきのレンズを使ったりもします。ああ、はいはい。ああ、なるほどね。うん、あととどめに何かありますか。とどめに。とどめは何でしょうかね。どういうのか聞きたいですか。視聴者さんが一番聞きたいこと
なんでしょうね、YouTuber よく見るけど、YouTuber 側に回ることがなかったら、コメントって難しいですね、そう考えると。あの逆にお客さんから求められてること、あ、お客様から求められる、まあそれはやっぱりどこのお店行ってもそうですし、私出張も行くんですけど、はい、やっぱり1万でも高くは売りたいと思ってる方が多いので、あ、まあね、でそうですね、1万やっぱり高く売りたいってなると、あのメンテナンスしてないとか傷があるっていうのすごい気にされる方多いんですけど、はいはいはい、それを車と一緒です。これも50万円の車があって車検が来月切れますってなった時に、はい、車検20万くらいかかるじゃないですか、はい、で70万で売れるかって言ったら車検取っても売れないんですよね、はいはい、プラスせいぜい5万6万ぐらいなんで、お時計とかもそうで、じゃあ100万の時計があります、でオーバーホールしていただいたりとか、箱とか何もないからヤフオクとかで箱とか買ってきてとかやっていくと、はいはい、大体やっぱ20万ぐらいかかってくるんで、はい、で120万で買ってって言われても難しいんですよ。あ、はい、その状態であっても、それがなんていうのかな、お客様が車検に出すより業者さんが持ち込みで車検出せば全然安いじゃないですか。ああ、はい、一緒でお客様が時計の修理とかメンテナンスオーバーホール出すとめちゃめちゃ高いんですけど、業者がちゃんと業者価格みたいなのをやってもらうと全然安いので、あの極端な話ね、これをあの、うん、修理したい、はいはい、ってなった時に、あの大抵のお客さん言われるんだけど、あのそこら辺の時計を持っててもダメっていう、あの断られるし、ほんじゃあ どこで修理してもらったらええんやっていうのを、多分ね視聴者はね一番それを、ロレックスに関しましては、はい、やっぱりロレックスさんに修理するのが一番いいです、正直、はいはい、まあ預けて帰ってくるまでに1ヶ月以上かかったりもしますし、はい、ただ、まあ、国内でロレックス修理してますよって書いてあるところ、はい、お願いすると逆に割高だったりもしますし、はいはい、そもそもやっぱり部品は向こうから送ってこられると部品自体が高くなるんですよね、はいはい、であればこっちから送って帰ってくるのを待ってた方が確実に綺麗になって帰ってきますし、絶対交渉もしないものが帰ってくるので、はいはい、でロレックスじゃない、ロレックスも修理できますようなところでやっちゃうと、はい、もし次壊れたら保証が全く効かなくなるんですよ。あ、それで考えるとやっぱり正規で直していただくのが一番安心安全です。ああ、ほんであとはそのお客さんが持っておられる、まあ例えで言ったら、はい、まあ、私のロレックスで例えたら、私のロレックスが本物なのか、ね、スーパーコピーなのか全くの偽物かにもよって修理出すとかは全然違ってきますね。違ってきますね。全くの単純なるコピーであれば、はい、中に入ってるムーブメントはおそらくセイコーとかシチズンさんとか入ってる時もあるんですよ、はあはあ、ってなるとどこの時計屋さんでも直せます、正直に、はあはあ、これね、ぶっちゃけね、これね、はい、針止まっちゃってるんで直してくださいって言ったら嫌ですって断られましたからね、はい、なんでって言ったら、ロレックスに直接持ってて直してくださいって言われたんで、そうなんですよ、ロレックスってなると日本のところだと8割方が多分お断りしてくる感じ、はあはあ、手出せないか、ロレックスにそもそも修理を出したことのある時計屋さんとかであれば、はい、じゃあ引き受けて代行っていう形でロレックス出しますねっていうのもありますし、はいはい、ただね、自分島根県住んどるんだけど、うんうんうん、まあ近くの時計屋さんがロレックス持ち込んでるかって、軽はずみにそういうものの言い方しようねんけど、はいはいはい、じゃあどこのロレックス持ってけよってなるんだ。確かにそうですよね。この辺だとでも島根のお客様でよく聞くのは、大阪とかやっぱ都内とかに持っていくとか、送ってさらに送ってもらうっていうぐらいしかないんですよね、はい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 、僕も出は千葉の人間なのであんまりこっちのまだ地域が分かってない。じゃあぶっちゃけ言ったら、まあコピーとか偽物はまあ花からダメなんだけど、ダメなのをあえて修理に出すんじゃなくて、どこに出せばいいんですか？ダメだって分かってて、もう偽物だからって分かってるものであれば、はい、中の機械がどこのメーカーのかは分かんないけど動くようにはしてほしい。保証とか全然大丈夫。要はこれを中蓋開けんと修理できる。そうなんですよ。だけど中をオーバーフローして
直したりなんか直していただいて、ただおそらく普通のゼンマイとかがその日本国内で揃うムーブメント機械しか入ってないんであればどこの研ぎ屋さんでも直せる、ただロレックスっていうものだっていうので研ぎ屋さんがちょっと一歩引いちゃうだけなので、はい、あはいはい、ただ一回そうですね、ロレックスの形してるけどロレックスじゃないんだよ、中身がどうなのかわかんないけど一回開けて修理できるかを見てほしいっていう風に言ってみたらどこかしらの時屋さん開けてみてくれるかもしれない、あ、はいはいはい、見てくれればその中身がどういうものなのかが分かれば、そこの時計屋でできなければ、はい、次の時計屋さん行った時に中身はこれだったって前回に教えてもらったって言えば、はい、そこができるかできないかがまたすぐ分かる。これ訪問屋ってあの裏側外れたところにロレックスってもう刻印がぶってありますね。ありますね、裏蓋のここに。ですよね。で最後になりましたけど、はい、これハンマッチでどんな状態ですか。うちだと申し訳ないですけどお値段が違う違う違う、これの方じゃなくて、うん、これが、うん、あのさっき自分の3択言いましたよね、はいはい、あの言える範囲でいいんですけど本物かスーパーコンビニなのか全く偽物なのか、あ、なるほどですね。その3択でそれでいきますと、うん、本物の部品も使われてるんですけど、はい、僕らだと社外のものがくっついてしまってるものもあるので、あ、はい、まあ、そうですね、黒いサブマリーナ本物から比べれば、はい、スーパーコピーって扱いに落ちるものになります、ね、はいはい、我々であれば、はいはい、そうですね、本物が使われてるけどスーパーコピーも言うなれば本物ですよね、が一部くっついてるものが多いってことです、はいはいはい、突き詰めれば全てを分解すれば、はい、部品としてお値段つけれるものがいくつかくっついているのがスーパーコピー、はいはい、で明らかコピーはもう全然ロレックスにも何でも関係ない、ただのそのロゴを使っているだけの時計、あ、おもちゃ、そういうことです、ただのコピーはそこまでいい。ただね、これパッと見ただけでは素人は分からんのだけど、はい、偽物の、あの、まあパーセンテージで言ってもらいます。この時計今鑑定してもらったんですけど、はい、100% の値で言うたら本物部分が何パーセント、スーパーコピーの部分が何パーセント、うん、偽物の部分が何パーセントか。おおよそ本物の部分は 24% と 25% ぐらい、4分の1。あ、はいはいはい。で周りに関してはほぼほぼ、うん、社会部品ってなるのでスーパーコピーとしての扱いですかね。明らかおもちゃぐらいのベルトだと本当にもっとなんかスカスカなので、はいはい、これの3分の1ぐらいの軽さになるんですよ、はいはい、そこまでいくとただのおもちゃコピーになるんで、あ、そこまではいかないですよ、まあ、俺はのまあ企画的に、ね、はいはい、ある意味バチモンの本物だったら良かったかなと思ったんだけど、そこの辺はどうです。その辺はまあ業者さん、企業さん、店舗さんによりけりっていうのもありますね、はいはい、ただね、自分の中でね、偽物っていうのはあんまあの、うんうん、嫌なんですよ、響きが。だったらまだあのバチモンとかあのスーパーコピーの方がまだええかな、もう。なのでお宝屋としてはこの状態でいくと、はい、スーパーコピーの扱いですね。さっき言われたようにスーパーコピーのまだ上がある。今ハイパーコピーっていうのはここ2年ぐらい出てるんですよ、はいはい。それもロレックスで作ってないけれど、はい、もう本当に 99% ロレックスと同じ作り方をされているものが出始めているので、はいはいはい、それは僕らも触っただけとか持っただけじゃわからないですし、本当に案外そういうのって元ロレックスの技術者が似たようなものをこさえとるっていうのも、まあ、なきしにもあらず。プライドにかけてそれはないかもしれないですけど、ロレックスを離れた方が自分で起業して違うモデルとして売ってるのは聞きますけど、はいはいはい、ロレックスの中からリークしてとか、はい、その人が手をかけてるってことはないと思います。あ、はい、本当に今売られてるものたち、新作のものたちをどうにかしてちゃんと手に入れた悪い人たちが、はいはい、それを全部分析して今作ってる人たちの方が増えているっていう感じ、はいはいはい、そもそもの部品の原価とか考えて全部を作り上げたとしても
おそらく100万、200万しかかからないものなんですよ。あ、はい。それを、じゃあ、1ヶ月で10本しか作れない、そういう悪い人たちのグループがあるとして、はい、でも1ヶ月10本作れるのが100万、200万で作れるんだったら2000万ぐらいしかかからないわけです。はいはい。これを1本500万とかで売ってしまえば全然儲かる集団がいらっしゃる。はいはい。なので、ハイパーコピーを作るところが若干増えてきてるのはあります。ただ普通に正規店で買われる分には問題ないんですけど、並行輸入とか、あ、はいはい、免税店で買うのは大丈夫なんですけど、免税店以外の海外行った時のお店とかで買うセレクトショップみたいな、はいはい、3つ4つのブランドが集まってる場所に関しては、はい、その半分とまでは言わないと思うんですけど、7割方本物で3割方が混ざって偽物売られてるっていうのも正直あるので、変な話、よくあるのが、ちょっと5年ぐらい前であれば、お二人で旅行行って同じお店で同じバッグを買ったのに、こっちは本物だけどこっちダメだったっていう話もあるんですよ。あ、ありますね。ので、そういうのもあります。なかなか難しい世の中にはなってます、どんどん。なるほどね。最後になりますけど、なんか視聴者さんに何かあったら、どうぞ。何ですかね、何か。あの、お宝屋の宣伝的なやつ、営業セールでも構わへんし、顔は浮かんけど、うん、お宝屋の宣伝ですかね、うん、お宝屋の宣伝を後で、はい、あの編集した後に動画の概要欄にあのお宝屋さんのこれそのまま載っけていいですかね、あの、はい、営業さんの名前は伏せますけど、お宝屋さんの名前とあとここら辺、はい、モバイルとかの電話番号が消えていれば大丈夫ですかね。ね、よく載せるのは電話番号と、あの、E メールの、これ、スペル。E メールが、E メールが出張だから大丈夫ですね。はい。いつもで載せるのは、名前と、フリーダイヤルの方だったら全然大丈夫です。フリーダイヤル、この、0120の。そうそうそう。フリーダイヤルと、あの、E メールの方。ここの部分だけちょっと載せさせてもらってもよろしいですか。大丈夫です。ちゃんとね、あの許可もらってますって歌ってるんで、ちゃんとやらんと。うちはそんなもん許可取らんって言われたらかなわいませんよ。全然大丈夫ですよ。はい、わかりました。あ、今日はどうも。いい、こちらこそです。ありがとうございました。わざわざお時間いっぱいもらっちゃいました。そうっす。